本来の時代劇とはまた違ったので、まあいわゆる時代劇っていう風になるといろいろ勉強することだったりとか、その立ち振る舞いとかたくさんのルールがあると思うんですけど、今回は今の時代からタイムリープしてきちゃった役柄だったので、そんなに意識することは少なく、あまりない経験だなと思いながら、やってました。でも何より虫がすごくてロケ地の唯一あるトイレにずっと毛虫がいて、もうそれが本当に嫌で、一人で取りに行けなくてずっとメイクさんについてきてもらって苦手というか、私ダンゴムシは好きなんですけど、それ以外の虫が本当にダメで、その作品をただただ純粋に楽しんでくれる向こう側にいる人のたちに向けて楽しんでもらえる作品にしたいっていうのは常に思ってたので、なんかそういういろんなことうまくいかないこととか、まああんまりそんな大きなハプニングがなかったですけど、あの思っていたようにできなかったりとか、思わぬことが起きたりとか、なんかそういうことになんか目がいっぱいに行きがちなんですけど、その見てくれる人にとにかく楽しんでもらうにはどういうふうにしたらいいのかっていうことを一番に考えて挑んだ作品ではあります。何か自分自身で決めてしっかりその方向性でやっていくんだっていうふうに決めて、あの自ら選んだ道ではあるんですけど、しっかりその役として評価されたいっていう気持ちがすごくあったので、そういう気持ちでやっていたんですけど、いろんな人たちと出会って、まあ、自分のその身長が高いことだったりとか、いろいろなこともなんか受け止められるようになってきたのもあって、自分にできる求められる仕事だったらあのできる表現はあるんじゃないかなっていうのもあって、今はなんか全てが糧になる仕事だと思うんですよ。その何かを一つにだけに頑張らなければいけないではなくて、なので幅広くなんかマルチにいろいろやっていきたいなという気持ちはあります。何回かあるんですね、縦のシーンが。なのでなんかそういったのを男性の俳優さんがやられてるのを見てかっこいいなって思うので、なんかなぎなたとかやってみたいです。あ刀じゃないんですね。ない。でも身長お高いので様になるんじゃないかなって思うんですけど、手足がちょっと動くとき気持ち悪くなっちゃうので、私なんかちゃんと、ね、練習してもし何かでやれたらいいなと思います。飛躍の年に何するかなみたいな予感ってありますか？ないです。ないですって言ったら否定するわけじゃないんですけど、なんだろう、そうですね、ちょっとでも多くの人に届くものが増えたらいいなとは思うんですけど、作品もその届く人の幅もそうですけど、っていうのは思いますけど、露出よりも経験をちょっと増やしていきたいなっていうのはあります。